皆さんこんにちは、小人です。今日も見ての通り雪が朝起きたらめっちゃ降ってました。今気温マイナス1度、体感温度マイナス4度です。でもこの上着いるかいらないか迷うぐらいだったので、そんなに寒くないです。この中にちょっと見せ方あれなんですけど、これ1枚着てて、そうするとユニクロ のインナーダウンと半袖の T シャツで終わりです。今日はウーバーのですね、登録の仕方についてコメントをいただいたので、それについて話そうと思います。ですね、今ウーバーの会社がスカボロかミシサガっていう、もう本当に端っこと端っこのどっちかに行くしかなくて、私はなんとなくスカボロにのウーバーの会社に今回行ってきました。でそこから5、6分歩くと、もうオフィスというか、その大きい建物の217っていう番号の部屋にウーバーの、その会社があるんですけど、その217の前に行くと、そのセキュリティの人がいて、一旦そこには直接入れなくて、まずその下の階でちょっと待って、順番が来て携帯にメールが来るんですけど、メールが来たらその人だけ入れるよっていう制度になってます。で私実は今回そこについて初めて予約しないといけなかったっていうことに気づいて、2年前は予約とか何もいらなくて、その場で行ってその場で登録してくれてっていう感じだったので、ちょっと今回ちゃんと調べなかったので反省しているんですけど、なのでそこについて、その下の階のセキュリティの人に予約してるって言われて、えしてないって言ったら、あもうじゃあ今日できないよみたいな感じで言われて、で1時間ぐらいかけてそこまで行ったので、え嘘でしょって思って、予約しないと本当にダメなのって言ったら、いや本当にダメだよってゲームやりながら言われて、でなんか私がさすがにちょっと結構落ち込んでたら、えじゃあゲームやるとか言ってくれて、でなんかちょっと一緒にそのゲームやらせてもらって、携帯のなんかパズドラみたいなやつだったんですけど、でそのゲームやりながら、なんかじゃあ登録できてるみたいな、そのアプリとか撮ってるっていうのを聞かれて、えアプリも撮ってないし登録も何もしてないって言ったら、その場で実はそのセキュリティの人が助けてくれて、いろいろとやってくれたので、私実際それの順序を100% 把握はしてないんですけど、ちょっと分かる限りで今日はちょっと話していきます。申し訳ないです。まずは Uber ドライバーっていうアプリをインストールします。でまあそのアプリは一旦インストールしたら、サファリとか Google とかで、トロントスペースウーバースペースアポイントメントみたいな感じで開くと、そのウーバーの普通のサイト、ウェブサイトの方に飛べるので、そこに飛んでいきます。そうすると結局アポ取るためにログインしてくださいみたいな感じで出てくるので、そのままログインします。でまあなんかいろんな情報が登録しないといけないんですけど、歩きっていう項目が確かなくて、車かチャリかしか選べなかったと思うんですけど、そこは一旦チャリを選んだような気がします。最低限アプリ取って、あとそのログイン、新規登録みたいなのだけウェブページでして、アポさえ取れば大丈夫です。でその帝国に、まあそこの事務所に行ってメールが来て呼ばれて中に入るんですけど、でいるものがパスポート、あと新ナンバー、あとはワークパーミットですね。その3つがあれば大丈夫です。銀行口座は私いるかなと思って持ってったんですけど、口座の情報を後でアプリの中から自分で登録できたので、口座の情報はなくて大丈夫です。初めは全部その場でその担当してくれる方が写真撮って登録して、写真撮って登録してっていうのをもう全部その場でやってくれるので、こっちはもう本当にただその書類を持ってそこに行くだけです。ただですね、Uber のアプリで登録する写真があるんですけど、私それ変えれる、後で変えれた気がするんですよね、前って。だから、まあ、変えれるだろうと思って、すぐその場で、ちょっと廊下で撮ってきてって言われたので、そこでパシャって適当に、なんか、お姉さんを待たせるのもあれだなと思って、本当に1枚パシャって撮って、それを、採用したんですけど。だったんですけど、まさかのですね、もう写真一向に変えれる気配なくて、もう多分これ一生変えれないです。もう辛い。この写真っていうのが、Uber 頼んだ人にも見られるし、そのお店の人にも見られる写真なので、意外に大事ですね、これは。
そして見ての通りですね、バイトが終わって今友達が食べに来てくれたので、そのまま一緒に帰ってきて、その友達を送ってたんですけど電車で、そしたらいきなりまたアウトオブサービスになって、そのまま途中で降りて、まさかのそこからその友達の家まで歩いて行って、またホットチョコレートを、最近ホットチョコレートの白に、ホワイトホットチョコレートにハマってるんですけど、今日は久しぶりに普通のホットチョコレートを飲んでます。さっきの話の途中なんですけど、とにかく写真は大切なので、そのチャンスを逃さずにちゃんと決めてくださいっていうので、寒い。よいしょ。バスにまずですね、今日シャトルバスさっき乗った時に、もう私しか乗る人いなくて、あったので運転手の人とちょっと喋ってたんですけど、なんでここまたいきなり電車止まったのって聞いたら、いや知らんって言ってました。どうやら彼らは理由も知らされずにシャトルバスを運転しているようです。そしてあともう一個なんかおーってなったのが、このティムでこのホットチョコレート買ったんですけど、ホームレスの人がその私の後ろにいて、レジでお金ないんだけどコーヒーくれって言ってて、で普通に店員さんがオッケーみたいな、なんかミディアムのホットチョコ、ホットチョコレートは私だ、そうです、そのミディアムのホットコーヒーでいいみたいな感じで言ってて、あいいよみたいな感じでホームレスの人言ってて、店員さんがじゃあ明日お金持ってきてねみたいな感じで言ってて、そんなのあるんだって思いました。ですね、そのウーバーの会社というか事務所に着いてから、登録して、登録が終わってからも1時間以内には私はもういつでも働けるっていう状態にすぐなりました。なのでそうですね、もう来て新ナンバーゲットしたらすぐ事務所に予約を取っていくのがおすすめです。予約する会社行く終わり。こんなしょぼい動画載せてると、そのうちチャンネル登録者数が減ってしまいそうで怖いんですけど、皆さんどうか外さないでください。ということで今日もですね、最後まで見てくださった皆さんありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録をぜひぜひよろしく、寒くてちょっと下が凍ってきました。よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。